い、どうも、チャース、レオシクです。今回は長らくお預けしておりました。今作一番ガチで乗っている俺の排入ガンダムのシーンになります。いや、ほんとごめんね、長いことね。お待たせしちゃって。まあ、なんか PDF だったりね、いろんな都合があってあげれてなかったんですけど、まあ、こうやって一区切りついて。まあ、やっとね、クーパ2が稼働してもう1年経ちますね。1年経ってのある意味その1年での俺の集大成といえるね、動画を皆さんにお届けできることを嬉しく思います。はい、で、まあね、まあ、エクバツはね、まだこれからも稼働するだろうから、まあ、排入修正読みでまた新しい3000探すだろうと思いますが、とりあえずは1年の区切りということで、今回の動画上げようと思いました。ということで、楽しんでいただければ幸いでございます。はい、じゃあ早速実況の方移りましょうか。お相手が排入ガンダムとキューベレーですね。で、これはちょっと、相方のダリルがね、レーダー通信貼りたい都合上、キューベレーをね、ちょいちょい見ないとファンネル飛ばされまくっちゃうんで、まあ、基本的にはキューベレーからロック外さないように、で、排入と怠慢気味でやっております。ちょっと忙しい視点ですね。さあ、とりあえず一回排入にここはプレッシャーしっかり押し付けて、ちなみにね、前回の、まあ、だいぶ前に上げた排入の動画ではあんまり言ってなかったんですけど、プレッシャー、いろいろ使い方考えたんですけど、押し付けるやり方が一番強いかなと個人的には思いまして、まあ、ぎっすり戦でだいぶ、使ってるんですけど、横得で近寄って相手のぎっすりの横サブ誘発させてからプレッシャー押し付けるっていうのがなかなか強くて、まあ、今回の動画で何回かやってるんで、よければ見ていってください。さあ、ここは覚醒溜まってる状態、一回吐いて相手の排入に覚醒を割らして、で、ここ、相方のナスさんが、俺レーダー通信貼ってやるからお前行ってこいつって、ここはね、もう無理に前ブーして、で、レーダー通信もらってこうやって落としに行きました。ここはもう完全ナスさんのこと信用しましたね。で、ちゃんと信用に応えてくれたと。ありがたい。さあ、こちら覚醒落ちさせたんで、だいぶ有利な状況作れてますね。さあ、今のところちょっとスロー再生してもらえると分かりやすいと思うんですけど、一応今ね、BD 角で移動してから、一回二次捨てやってから、プレッシャーしてから CS で降りて、迎撃したって感じですね。さあ、ここもしっかりプレッシャー押し付けていき、オーバーヒートだったんで、ここは横2段からの射撃痩せで火力取ってって。さあ、見てないところのキュベレにはしっかりギロビア対方のサポートしつつ、排入相手、はい、排入ね、多分皆さんもね、乗り込んで、最終的には回答に行き着くと思うんですけど、最終的にこのキャラ、横得より横角なんですよ。はい。なんか困ったら、排入ミラーとか、まあ横得、どうすりゃいいんだって感じなんですけど、困ったら横振ってください。だいぶ、それでね、道開けると思います。これはね、俺が乗り込んでの感想です。これ、割と真面目にね、真面目に横角ブンブン強いからね、このキャラ。はい、といった感じの1試合目でした。ラストは相方のナスさんが落としてくれました。これはね、本当に、ここまで乗り込んでの最終的に回答が横角です。はい、2試合目いきましょう。はい、続く2試合目が対戦相手がナイトガンダムと排入ガンダムの編成ですね。はい、で、PDF 時ではね、ちょっとね、俺がやらかしちゃって、悔しい結果に終わってしまったんですが、そうね、PDF の練習の中で、PDF に向けての練習の中で培ってきたその技術っていうのはね、これからも生かされるものでしょうし、あとは、やっぱりね、GGDP 以外だとやっぱ、ああいうでかい大会は初めてだったんで、ああいう緊張感っていうのはね、あんまり経験できるもんじゃないから、ほんとね、いろんな意味で、今回のね、PDF は俺にとって意味のある大会でね、終われたのが本当に何より嬉しく思います。はい、で、あとはね、やっぱり PDF のね、対戦相手の俺をね、任したニックさん、シグさんのペアがしっかりベスト4まで勝ち残ってくれたってのも嬉しいことですし、あとはやっぱりね、一番こう、なんだろう、後悔なく終われたのが、ナスさんとのね、その PDF に向けての練習の日々が本当にすごく楽しいもので、俺の中でね、思い出に残ってるってのは、思い出を作れたってのがすごく嬉しく思います。改めまして、本当に PDF 応援してくれた皆様、そして相方のナスさん、本当にありがとうございました。はい、といったことで実況の方移りましょう。さあ、開幕排入ミラーで、なんか、いろいろ、なんかね、感慨深いこと言ってたけど、排入にボコボコにされてましたね、ミラー。さあ、もう一回、ナイトガンダムの方に覚醒は通しましたが、排入には伝われず、このままだとちょっとナイト爆弾に移行されちゃう可能性があるんで、まあ、要所要所でしっかり排入の方も減らしていきたいですね。さあ、相方のナスタンが激強、まだノーダメキープしているんで、ここはね、しっかり、こっからね、俺絶対、減らないように練習してきたんですよ。こうやって俺が開幕やらかしたら、俺こっから絶対減らないからって、もう自分に言い聞かせて、もう絶対、食らわないようにしてましたね。さあ、とりあえず相方ナスタンが減るまではしっかりリスキーなタックは取らずに被弾を抑えながら行きたいですね。さあ、ナイトガンダムの覚醒中に一回弾を当てられたのはでかいか。さあ、とりあえずナスタンが減るまではもう本当にもう後ろからなんかまるで攻撃のような立ち回りでやっております。さあ、このハイニューのオーバーヒートはしっかり取っていき、攻撃からハイニューと見合う場面。さあ、しっかりさっきゲロビア当てられたんで、ゲロビア横とこで潜り込んでからゲロビアでやり返して、なんか今の絵面かっこよかったですね。さあ、こうしっかりハイニューの横とこ当てて、射撃発生からね、一応 CS で仕込んで、その後のファンネルもしっかり避けて。さあ、ナスタンもだいぶ減ってきたんで、そろそろ落ち時でしょうが、しっかりここまでね、体力を減らさずにキープできてるのはいい状況。
割とこれが理想の展開ですね。ナシさんね、マジで硬いからね、この残り60からでもしっかり先落ちしないんで。さあ、ここはとりあえずはミリの範囲に落としていきたい。さあ、ちょっとナシさんに負担がきすぎて、これはやばそうか。まあ、こうなってもね、一応相方は L 覚醒なんで、さあ、先落ちてしまったが、俺側はしっかり半覚醒はけるんで、まあ大丈夫でしょう。あのね、結構ね、あの打力解爆弾やるんですよ、俺らよく。あの排入側の、ね、生存率がすごいのもあってやってるんですけど、ここは一回落とされてしまったが、さら覚醒は溜まってる状況、ナスターもぼちぼち減ってきたんで、ここはしっかり覚醒で排入ガンダムを落としに行きたいですね。さあ、ちょっと相方が食らって、あれは体力が危うかったんで、一回カット入ってから、ここはしっかり排入ガンダムに覚醒通していきましょう。さあ、ナスターここ耐えられると信じて、覚醒入って、一回ファンネルで入って動かして、さあ、プレッシャーも相手溜まってるんで、一回距離取ってから、そこからしっかりがっつり距離詰めて、ラストは横毒で勝利と。といった感じの2試合目でした。しっかりナスさん最後レーダー通信貼ってくれてましたね。いやー、といった感じで結構連携しながらやってますね。なんで、口数も多いです。相変わらず。ゴトラアッカイの時と同じように口数多いですね。もうそっち行った、こっち行った、俺下がる下がるみたいな感じで。はい、3試合目行きましょう。はい、続く3試合目が対戦相手が100式とレギュレスの編成ですね。で、この試合はナスタンの視点をチョイスしております。なんかね、ナスタンの視点もね、見たいよって声がちらほらあったんで一つ取ってきました。さあ、見ていきましょう。で、この排入ダリル開幕やることがありまして、あのこのマイクロバンカーバスターを飛ばした方に排入ガンダムがあのファンデルを巻きながら追い回して、まあ取れたらいいかなぐらいで立ち回っております。まあ今回はね、レギュレスにうまくさばかれてしまったんですが、これね、ナイト戦で非常に有効なんですよ。あの、しっかりね、まあ、PDF 出るというあれで、ナイトはね、しっかり対策してたんですけど、そのナイト相手は、開幕は、まあ、マイクロバンカーバスターで、地層キャラはね、絶対あれ、浮かないと避けれないんですよ。安定して避けれないんで。で、ナイトガンダムを浮かせて、そこを排入がしっかり取っていくって立ち回りで、それね、結構ナイト戦はやっぱり勝率は良かったですね。はい、で、実況戻りましょう。さあ、で、このね、フリージーアードが溜まってから、この状態は2人でガンマイブですね。正直これが溜まるまではお互い引き切れやっています。で、溜まったら2人で前ブーしてタイマン気味にして、で、またこのフリージーアードが切れたら、うちすげえことやってんなこいつまあこれが切れたらまた俺がダブルロック取って、まあレーダー通信送ってもらってにするか、ナスタンと俺が一生逃げて引きするかって感じですね。さあ、今のところちょっと下側の方向がなんかチンプンカンプになってましたね。さあ、だいぶ100式相手にタイマンで優勢つけてんのすごいですね、さすが。さあ、ここちょっと壁際追い詰められてるの辛いか。あとできればね、これ技術アイマンの方がいいのが一つ理由があって、まあ、俺も誰らかに乗ってるか分かるんですけど、もうね、緑ロック下角でそのタイマン相手が逃げるっていうのが、どっちも赤ロックの状態だとだいぶ逃げづらいんですよね。ってところで技術アイマンにした方が、こうやって片方が緑ロックなんで、しっかりね、被弾も抑えられると。さあ、フリージアード2回目溜まってしっかり入って、わけわかんない通信送ってんじゃねえお前さあ、ナスタンがだいぶ体力キープしてくれて、相方結構減っちゃってますね。さあ、下角やってからしっかり3回でダウン取ってから、そのまま置き詰め張り付いて、さあここうえマジでなんか今ね、一瞬で、ね、はい、メガバズか、メガバズがチラッとは映ったんですけど、まさか今の、すげえ入力早。さあ、ナスさん今のおかげでダイレクト体力キープできてますね。ここは一回レギュレスビートでダウン取られてしまって、相方の排入が、まあ、ナスさん助けるのも兼ねて一回助けに行って、ここはなんとかさばけそうか。さあ、一回さばいて、だからレギュレスビートさすがに地層キャラには刺さる。だから一回 L 覚醒溜まって、フリージアードもおそらく3回目これ回せるでしょうから、しっかり逃げて3回目回していきたいですね。さあ、一回覚醒入って、ここはうまくさばいたと思ったが、お前手のレギュレスうまく取ってきた。さあ、フリージーアード3回目回して、この間にできれば排入が落ちてほしいんですが、さあ、ここは1回ゼータガンダム見えなかったな、今。あのマイクロバンカーバスターのバックでちょっと見えなかったですね。さあ、このペアしっかりナスさんが先落ちしてもカバーできるように、俺の排入もしっかり距離調整してたんですけどね。なんか落ちてますね。かっこつかねえな、俺らやっぱ。さあ、ここでアシストがうまいこと、今なんかすごい曲がり方してましたが、100式リペア状態。さあ、ここの覚醒うまくさばけるか。さあ、一回レーダー通信を危ない状況では張って、ゼッタガンダムに一回飛ばされたが、L 覚醒は溜まってる状況。さあ、この覚醒でしっかり100式落としていきたいですね。さあ、マイクロバンカーバスターで相手を上に浮かしてから、ここはうまいこと着地にしっかりメインから下が挟んで勝利と。さあ、俺の方もしっかり見てましたね。はい、といった感じの3試合目でした。かっこつかないねまあなんかある意味レオシグナスさんらしいですね。はい、じゃあラストいきましょう。
はい、で、ラストが相方が急に井上ですね。なんだよ、このタッグ名。はい、あのね、実はこれ理由がありまして、ナスタンとの動画がね、3つしか撮れてなかったんですよね。で、ナスタンも宮城帰っちゃったんで、ラストはダイナマイトキュベレーと組んでる動画になります。はい、で、一応ね、ラストはターン X 戦をチョイスしております。これ理由は、PDF のね、プールが発表された時に、まあ、勝ち上がれば、一応ニックさんと当たるっていうのは予想できたんで、で、ターン X はしっかり対策してたんで、その時の動画になりますね。はい、じゃあ見ていきましょう。さあ、とりあえずちょっと開幕、ターン X の CS 食らいすぎてる感もあるが、で、ターン X 戦の対策なんですけど、基本的にはやっぱりね、やる距離が同じなんですよね。なんで、その上でやっぱり一番警戒するのは前特角と、あとは、横突角を無理に押し付けに行った時のカウンターで食らうブラッディ指示がやっぱり痛いんで、そこの距離感はしっかり大切にしてますね。で、あとはね、プレッシャーをやっぱり押し付けに行ってます。ギッスリー戦もそうなんですけど、迎撃タクがどっちも足止まるんですよ。ターン X もギッスリーも、ギッスリーだったら横サブ、ターン X だったらブラッディ指示、あとは前突角っていうところで、そこら辺のタクを誘発させてからプレッシャー抜けして、で、そのスタンに追撃するっていうのがいいんですよ、今みたいな感じで。で、ここは一応スカシコンですね。これね、一応今ブースター待ってたら落とせた感じあったんですが、ブースター待ってなかった。さあ、実況戻りましょう。ターン X 戦だいぶ優勢つけて、しっかりここはミリは CS で落として、さあ、井上側もタイマン頑張ってくれてますね。さあ、覚醒はたまりそうなんで、ここ一回まあワンタテするなりして溜めたかったが、なんとかして溜まった。さあ、覚醒吐いて、この流れでメッサラ落としていきたい。でね、まあ基本的にプレッシャーは本当に横とく前捨てプレッシャー、前捨てプレッシャー、これね、マジで強いんで、本当皆さんやってみてください。さあ、今のところね、普通に横サブ CS で着地すると捉えそうだったんで、一回横とく織り交ぜての着地ですね。ちょっとマラサイ怖いんだよね、あれやっぱり。さあ、ここは停滞ファンネルで上取ってから、しっかり井上と連携して勝利と、といった感じのラストでした。はい、といった感じで、まあエクバツ1年の集大成の動画でした。まあ集大成って言ったらね、他のガブセとかも上げないといけないんだけど、とりあえずはハイネガンダムの視点でした。はい、じゃあエンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあある意味1年の区切りのハイネガンダム視点、まあもうちょいね、視点いっぱい取ってきたかったな。でも10本ぐらいで上げようかなと思ったんだけど、さすがにね、尺の問題でとりあえず今回4本にしときました。まあまた機会があれば取ってこようかなと思いますね。まあ、とりあえずまあ PDF とかまあ全部終わって、もうハイネをね、上げない意味はないんで。まあまた皆さんが見たいっていう声があって、皆さんから見たいっていう声があれば取ってこうかなと思います。はい。まあでも12月末までの命なんで、このキャラ。まああとは下方されてから1回乗るかな、1回動画で上げようかなと思いますけど、まあ3000は一応ね、お世話になったけど、うん、乗り換えようかなと思っております。はい、まあキャラ移住するならやっぱり、まあ、まあ、しても俺配慮はあんまりキャラ的にはおーって感じだけど、なんか単純にほんと修正後乗ってしっくりきたから乗ったって感じだったんで、まあなんかやり捨てみたいになっちゃってね、なんか申し訳ないね。まあまあまあ、でも下方されてもやれそうだったら乗ろうかなと思いますけどね。まあある意味 PDF ね、本戦初めて出たキャラなんで、まあある意味ゴトラッタンを勝ったキャラなんで、もう俺にとってはでかい存在だから、まあまた乗ろうかなと思いますけどね。はい、ただまあ今のところまあしっくりきてんのレックスとヤクトアルケかな。あそこの2機で今どっちをガチで乗ろうかなってのはちょっとね、今迷いどころですね。はい、まあでもハイニューもまた乗るよ。まあまた見たいところは撮っておきます。はい、っていったところで、はい、でねまあ一応そのまあ1年の集大成とか言ったんだけど、まだエクバツまだあと1年ちょいぐらい続くのかな。なんなら次回作もまたあるだろうしね。まあてか PS4 確か中の基盤が PS3 か PS4 に変わったから、そこから1作品で終わるってことないだろうし、まあバーサシリーズこれからもまだまだ続くだろうから、まあうん、全然集大成ってわけじゃないんだけど、まあとりあえず区切りよね、本当に。もう何回も言うけど、PDF 終わっての区切り。別にこれガンダムやめるわけじゃないからね。はい、どうぞご安心して、これからもレオシグチャンネルをね、楽しんでいただければ幸いでございます。はい、で、ただご視聴ありがとうございました。次回はそうだな。ね、結構いろんな人と天がやって視点取ってきたんで、次アフロロさんのバサーゴね。まあ、個人的に一番推しているバサーゴの視点をね、あげようと思います。さあ、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。